最後のぶっちゃけのぶトーク。D4DJ の新たな仲を築いていくため素顔の魅力を深掘りするトークコーナーなのですが、最終回ということで今だから話したいぶっちゃけトークを事前に聞いてカードにしています。結構刺激的なやつあるよ。すごいのがありますけど刺激的だよ。どうやったらどうやって選びますか？はい、私めっちゃ知りたいんだけど、あれです、ごめんなさい、撮ります。いいですね。じゃじゃーん、自分で書いたんですけど、ヘアメイク、ここが失敗するとテンション上がらんっていうポイント知りたい。上がらんなんですね。そう、上がらんな。みんなそれぞれあったりしないのかなって。私も最初に白状しちゃうと、めっちゃここの生え癖が上に生えてるんですよ。前髪が毎朝起きたらこうなってるんですよ。こう、これをこうメイクさんが頑張って頑張って落としてこう前髪にしてくれてるんですけど、普段はこうなってるんですよ。なんかこれがちゃんと治らないと、なんかふかふかしてるってなっちゃう。そうなんだ。今度見せてください。確かに。でもなんか私も同じで、前髪がこうギュワンってなってるのが好きなんですけど、なぜか自分で通すと逆にグワンってなるんですよ。こうなったらもう違うんですよ、私の中で。だからメイクさんにすごい頑張って、私こうなりやすいんでこっちですっていうの伝えて、ちゃんとこうなった時に、スミですって何これがスミですみたいな。リグラーの皆さんライブ見てて、今日スミちゃん機嫌いいなって今日も完璧です。あ、今日完璧、ありがとうございますスミちゃん今日多分私調子悪いんですよね。私こっちでちょっとこう、ちょっとこっち分けが本当は好きなんですけど、なんかちょっと微妙に割れちゃってるんですよ、ここで。今日湿気とかあるよね、機嫌悪いかも私は結構アイメイクにこだわりを持ってるので、アイメイクがうまくいかなかったり、ちょっと涙袋もちょっとこだわって作ってるんですけど、うまく作れなかった時はちょっと機嫌悪いです。今日は100点です。さすが、さすが、うちの裏150点だよすいません逆に私はもうメイクとかヘアはもうその日のままに、ままに全て受け入れるんだ。逆にコンタクトがうまく一発で入れないと絶対私嫌で、そこに朝は命をかけて、もう一発で、絶対に一発。入んなかったらどうするの？もうすごい悔しい。悔しい、すごい悔しい。反省して何がいけなかったのか。一日、はい、私はもうまつげが、上がりづらいまつげなんですよ。はいはい、で、今日はやっていただいたんで大丈夫なんですけど、自分でやるとカクンってなっちゃう時があって、でもこれ一回なっちゃうと治らないんですよ。と思いながら一日過ごすことになります。プリンってしたらじゃあ成功なんだね。うこうなっちゃったらもう おしまいです一日。私はなんだろう、あんまりないかも。あ、良い、受け入れるタイプ、受け入れるタイプですね。あ、でも肌は一番気になりますかね。綺麗肌、やっぱりこうトルトル、笑すごい笑って笑いじわができたりするんで、つるつるにしてほしいです。可愛い、ありがとうございます。こちら2枚なんですけど、私がまずゆらちゃんと天馬ちゃんは何がきっかけで仲良くなったのっていう、でちょっと似てるんですけど、人見知りだから仲良さげなゆら天、二人の間に入っていないお友達から始めませんか私が書きました。入っていけない。最初に仲良くなったきっかけは、多分ユニコードの顔合わせの時に4人で会った日に初めて会って、多分お二人が帰られた後に一緒に駅まで確かに歩いた時に話しやすいと思って、仲良くなれそうって思ってから結構話せるようになったかも。確かに、なんか2回目ぐらい会った時に、天馬って年上だったんだって言われて同級生だと思われて、そこがこう良かった。確かに、なんか仲良くなれたきっかけはそのような感じでございますが、かりんちゃん入れそうですか？そうだな、うわ、入っていきたいと。一緒に入りましょう。一緒に一緒にでもさ、オタク的にはさ、早ココのさ間に入るやつはさ、そうだね、ダメになりたいんだよな。挟もう、早ココ挟んでいく。そうですね、そうしましょう。ここに2人を韓国スタイルでいきます。はい、でもなんか最初はやっぱりお二人がすごく先輩っていう、今もなんですけど先輩っていう感じが強かったんですけど、こうレッスンとかを重ねていくと、なんか二人とも赤ちゃんみたいに見えてきて
でも、そうなんですよ。もう私もベイビーだと思って。ベイビーだった。すごい喋り方とか雰囲気とかがなんか可愛いし、なんかもう赤ちゃんに見えてきて、かりんさんが私赤ちゃんだなって思ったタイミングがあって、カンの飲み物を飲むときに、なんかカンの飲み物が上手に飲めないからストローさすんだって。赤ちゃんじゃんと思って。ゆら天のベビーとして育ててもらいましょう。いいですね、これ。二人の赤ちゃん、全力でパブついていきます。え、私むちゃくちゃ気になるやつが一個あって、自分が書いたやつじゃないやつなんですけど、相、うん、坂さんの私のそちらですね。これがとても気になります。ユニコードアビスメアの全8キャラの中で生まれ変わったらなりたいキャラクターは、これすごい気になって悩ましいな。はいはい、ちなみに私はソフィアだったんですよ。そうなんだ。でも相坂さんのソフィアの声を聞いた時に、絶対こっちだと。いや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 。でも私も一番最初にこうビビってきたのはベロニカで、なんかベロニカにすごい惹かれたのが、すごいこうなんていうんだろう、オラついてるっていうの敬語で、敬語って言うんだけど、いいと思うよ、オラついてる、いいと思うよ、オラついていらっしゃるでいいんじゃない。いろんなこう過去とかそういうのがきっとあるんだろうなと思ってて、それでも自分は一番だと思ってこうまっすぐに突き進んでいく姿がすごくかっこよく見えたので、ベロニカ好きです。いやここね、前話してたんですけど、私はハヤテがすごくやりたかったなってもともと思ってて、ハヤテもなんかぬぼーっとしてるように見えて、やっぱり揺るがないものが一つあって、でビジュアルもやっぱ綺麗な、本当に好みドストライクの女だったんですよ。でもさっきあのね、あのゆらちゃんも愛坂さんに言ったように、ライブで見た時に私じゃないとやっぱ思って、こちらこそやっぱりあのなんか罪じゃないとやっぱベロニカはダメでした。でも私みちるちゃんすごい好きで、結構普段のなんかツイートする時の言葉とか喋る時もみちるちゃんの言葉使いたくなっちゃうから、地味に使ってるんですよ、隠れ。え、そうなの？これ聞かないといけないですぞとか、普通にやっちゃうから、なんか愛されキャラじゃないですか。あとやっぱりみちるちゃんって DJ できるっていう一つすっごい特化してるところもあって、それはもう小岩井さんもですけど、そんなそんな、すごいなんかめっちゃ詳しいものにあって突き抜けてるじゃないですか。いやいや、そんな、私もそういう人に生まれ変わって突出したいなって来世頑張ります。でも確かにエルシーとミチルなんかちょっと似てるところがあるっていうか、幼いけどちょっとこう大人をこう食ってかかるというか、ことがあったりするね、似てるかもしれない。私は生まれ変わるですよね。はい、小岩井小鳥から生まれ変わるんだったらルミナになりたくって、そう、結構長く生きてきたんで、そろそろ人間飽きたなと思ってて、AI になりたいなって今すごい思ってます。私はエルシーに生まれ変わったらなりたいです。もう可愛いがもう突き抜けてるし、はい、でも肝がすごい座ってて、確かになんか可愛いだけじゃない存在っていうのが強いなって思って、ありがとうございます。ライブでもすごいかっこよかった。ありがとうございます。はやて好き。あ、そうなんだ。ずっとおっしゃってますよね。うん、そう、ずっとおっしゃってるんです私。いい女、とにかくいい女。そう、はやてももしかしたらオーディションでちょっと読んでみたりしたかもしれないんですけど、でもやっぱ天馬ちゃんでよかったなって思いますね。あの感じってなかなか出せないと、出せないと思うんですよ。はやてのあのキャラクターを見たらなんかちょっとこうなんていうんですかね、クールに、なんか、なんとかだねみたいな、なんか、やりがちじゃないですか、結構いい感じ。そう、なんとかじゃないかな、みたいな、なんか、でも、天馬ちゃんは、いい感じに女の子要素を出して、でも美しくて、クールビューティーで、みたいな、時々抜けててみたいなのは、もう本当にぴったりだなと嬉しい、思ってありがとうございます。この話の流れを受けて、なんですけど、実際アビスメアとユニコード、本当はどっち？どっち入りたかった？どっち好き？なるほどね。ってことに、ね、どうします？確かに全然送らないからアビスメアに入りたい人は手を挙げなさい。じゃあユニコードに入りたかった人、はい。見ない。見ちゃった。
で理由を聞こう。じゃあ続いてアビスメアに入りたかった人。はい。うわあ。アビのピンもつい。どういうことで。今は本当にユニコードでよかった。本当に思ってます。でも最初は かっこよすぎて、うん、あの黒船的存在みたいな。うわ、なんかヴィランズみたいでかっこいいなと思って。すみません。アビスメアにそこでちょっと惹かれてしまって、ベロニカとソフィアをちょっと頑張って。出ました、うん、かっこいいもんね、いいもんね、でもなんか一人アビスメアに入りたかったって人が言ったのを分かったのが面白くてよかったです、ね、よかった、もしかしたらワンちゃんメインさんが実はもしかしたらユニコードって言ってくれるかも